コッペパンも流せないし、ちょっとね気を張るんですよね。いつもこの個人ルームとね違った感じで。ケイさんチラありがとう。シュープご無沙汰しております。あ、シュープ久しぶり、半年ぶりみんな半年ぶりBGM あった方がちょっとね、確かにめっちゃ落ち着く。スクショ7時間後仕事、7時間後仕事、まだ寝れるじゃん。今から寝れば6時間は寝れるよ。昨日のショールーム行けなかったのにご祝儀おめでとう、ありがとうね。今日から6年目だよ、頑張ろう。昨日のインスタライブ楽しかった、ずっと見てた。あおー、ありがとうございます。本当なんかもうね、なんだろうあっという間だったね本当に。なんかこうやってさ一人でさ配信してるのとはやっぱ違ってさ、あなんか話す相手がいるとさ話も弾むしさ、お互い言いたいことも出てくるからさ、そうなんかあっという間だったね本当に。体感秒で終わったね。ありがとうございました。過去の画像を見たけどってどういうこと？過去の画像ってなんだろう、写真？写真ってこと？ことかな。ねえ、そうマリアコマ5周年でした。昨日、今日から6年目頑張ります。えいえい、おう。変顔してるところ眺めてるうちに 寝落ちしちゃった。変顔をさしてるくだりあった？変顔をしたくだりあった？ツイッターで上げてたの？ツイッターで上げてたのってどういうこと？どういうこと？ケンさんもうちょっと分かりやすく主語を。もう5年とは早すぎるね。あっという間だよ本当に。なんかさ長かったけどさ、長かったけどさ、そう早いんだよなね。そうめっちゃなんか暴飲酒路線、あの時も当時はなんかね男の子になりたくて、あの個人的な感覚ではすごいなんか男の子というか男の子っぽくなりたくて、そうなんかもうメンズの雑誌の読みすぎだったね完全に。あの時はネットさんね、ヤッホー、さっき公式ルームありがとう。変換ね、エフェクトね、エフェクト、なるほどね。ね、金蔵さん、ズクダさん、ありがとう。コッペパン久しぶりにね聞いた、よかった。内藤さん久しぶりだね本当に。ツイートしなかった、善光寺だかの、あ昔の話ね。あれツイッターだよ、ツイッターでリツイートしてるやつ。ね、難しいな。ツイッターの機能に引用リツイートっていうものがあって、引用リツイートっていうのはもともとツイッターに上げてるつぶやきを引用してまたつぶやけるっていう、なんか機能なんだけど、それを使ってるからもともとはツイートしてるってこと。わかるかな日本語。なプロレス見ました、面白かった。私さなんか勝手にというか、なんか知らないうちにプロレスの試合がなんか YouTube かどっかに上がってるみたいで、そう何もお知らせが来てなくて知らんのやけどちょっとどういうことね。私もまだ見てないや。 TikTok 眺めて笑いました。あ本当に。その割にはセイラとかチャイナ服着てたやん。でも私服めっちゃ男の子だったよめっちゃ私服男の子だったね。リオデジャネイロオリンピックと BJ デビューが同じと考えればいいんだ癖がすごいな。あ本当よかった、新州ガールズのチャンネルに上がってた。あそうなんだ、そう何も
連絡来てないよ何も連絡来てないよ、大丈夫かな、ちょっとアビコさんに言わないと。ね、知らんうちにいろんなものが上がってるので。ね、それから見るとめっちゃ可愛くなったよね。それはそう、私はそれは本当にそう思う、自分もそれはそう、顔変わったって思うもん、マジで。なんかね、顔自体は変わってないんだけど、顔自体はね多分変わってないんだけど、やっぱ化粧が変わったね。化粧と、化粧となんだろう、え、ぶっちゃけ体重は変わってないのよ、あの当時とデビューしたっての体重はね全然。まだ第一試合が上がってなかったね。まゆさんチャリ、チャリはない、ないんかい、盗まれた。コマさんの第一試合だけ先に公開されてた。うん、知らないよ、連絡してほしかったなプンスか。化粧をちゃんとしている、まあ確かに化粧はしてたよ、でもデビューの時も化粧はしてたよ。二重にしてなかったかも、一重で頑張ってたかも当時。二重、最近ねもうこことこバンザイジャパンに入ってからは二重頑張って作ってるけどね。え、あとなんだろう、このアイコンもいつの、なんか全然違うの。このアイコンってどのアイコンだ、どのアイコンですか、ケンさん。もうどこだろう、ツイッターってこと。いもこまちゃん可愛いから好き、ありがとう。ツイッターのアイコンだったら1年前ぐらいとかかな、撮影したの。わりかし最近だけどな。うん、全然違くはないと思うけどな、意外と普通じゃないあ、このルームとツイッターのアイコン、ルームのアイコン、ルームのアイコン、あれかな、ルームのアイコン、ルームのアイコン、ルームのアイコンってあれか、サムネイルってことかな。確かに違うかも、実はいじってるとかって。どこで、ジンジンジンギスカン、ペーポピピーパパピピ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 。あ、そのさ、あのジンジンジンギスカンでさ、高校1年生の時体育の授業でダンスの振り付けしたどうでもいい状況、情報を与えた。私は今すっぴん配信で、あ、全然変わってないってちょっと安心するいや、わかる、いや、すっぴんやばいよね、すっぴんマジでやばいんですよ私の。そう、わりかしなんかすっぴんどうぞみたいな感じ、すっぴんどうぞみたいな感じのスタンスなんですよ私は、見てくださいみたいな。そう、やばいよね、変わりよう、化粧の後とさ、化粧してする前と後じゃさ、マジで顔違うからね、マジでビビる。あれは、あ、ルーン、あ、歩くまのやつ、歩くまと一緒に写ってるやつ、あれは3年前だね、確かに顔違うかも、3年前のアイコンだよそれ、ケンさん、ここのショールームのアイコンだったら3年前の画像。ベリーズ工房のジンギスカンのダンスを文化されたえー、ちょっと東郷踊れるの東郷踊れるの、大丈夫、踊れた、すげえ思い出解雇できたね、パカー。ジンギスカンのダンスいつの世代でもやるのか、ワイもやった、一緒だ一緒、コサックダンス的な、
え、忘れちゃいました。忘れちゃった。ジンギスカンのダンスは僕の頃から踊られてたやつ。あ、その曲自体がさ結構古くない？ジンギスカンの。高校の高野菜のキャンプファイヤーでひたすら流してたジンギスカンを。ジンギスカンを、あれだったらわかるけど、わい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 せそうだったらわかるけどさ、ジンギスカン面白いな。アルクマなんていないけど、アルクマなんていないけど、何を見てるんだろう。ピンク色の背景、ピンク色の背景かな、ケンさん見てるやつ。カニ好き、カニ好き。スワッコランドでウォーターボーイズも見たことあるよ。ガチガチ映画のやつってこと？映画のやつ、森山未来くんがいるやつ。トラトラこんばんは、ありがとう。プロレスの動画見ました。なんかみんな見てるね。私だけじゃん、知らないの。上がってるんだって。ありがとう、見てくれて。ジュディこんばんは、ありがとう。もうダンス関係なく土地狂ってたって、土地狂ってた。もうね、若さのね、なんて言うだろう、日本語が分かんないけど、若さゆえのね、土地狂いダンスだね。あ、ピンク背景か、なんだ。曲構成ダンスは自分たちで考えた。おお、すごいじゃん、ダンスで自分たちで考える。モスカウとかジンギスカンはゆうつべで大笑いしとった。モスカウわからないな。モスカウ、ジンギスカンはジンギスカンというグループの曲。あ、そうなの？ジンギスカンっていうグループの曲なんだ。私曲名だと思ってた、ジンギスカン。今日酔っ払い、軽くあしらってください。嫁と飲んでるの？カニは飲んできたのかな。レフリーの GO プロってやつかな。やべ、何の話だっけ。レフリーの GO プロ、何のやつだ。コマさんのプロレス始めましてから1ヶ月経っちゃったね。あっという間だね、マジで。プロレスね、またできるかな。ダンスといえば小学校の時にめっちゃ ADM チックな泳げたやきくんの歌。 ADM ってどういうやつだっけ。 ADM って何の略だ。泳げたやきくん、泳げたやきくん踊れるん。なんかノリノリ系かな。見たら多分笑いが止まらない。本当、サッカー日本代表ドイツワールドカップ予選でジンギスカンの替え歌が応援歌でよく歌ってた。へー、サッカー日本代表で。オタクと飲んでから夢と飲んでる。おお、めっちゃ飲んでるじゃんね。よかったよかった。でもね、飲みすぎ注意で。でもジンギスカンはドイツの音楽のグループ。あ、ドイツなんだ元がね。コマちゃんのプロレス動画がレフリーの何？ GO プロ？ん？レフリー？ん？レフリー自体はわかるけど GO プロってなんだろう？ね、今月だったら、え、そうね、今月中止になってたからね。クラブとかでよく流れてる音楽。あー、EDM ってやつか。ズンだった。あ、これは違うな。ズンどこ言ってるやつか。え、イニシャル D ユーロビート。
ユーロビート分からん。あ、バラライカね。バラライカ。ツイッターにリンク貼っていい？ま、大丈夫だけど、見なかったらごめん。見なかったらごめん。レフリーおでこにカメラつけてなかった？そういえばつけてた気がするような、つけてなかったような気がする。わかんない、覚えてない、覚えてない。40日連続よかった。目薬タイムもうマジでやばい。もう目が目のまばたきが高速すぎる。ドライアイどころじゃない。レフリー一回も見てないね多分。もうもうな、全然もう自分の試合に必死すぎて。やたら重点音響いてザ・パリピって感じのやつ、あーよくギャルのお店で流れてるやつだ。レフリーのカウントが2で止まっていたの笑った。優しいよね。ね、めっちゃ優しかった。誰か誕生日なのか？なんでなんでだ、翔太くん。まあ、誰かしらの誕生日ではあると思う。めっちゃ鼻かゆい。内藤さんの真後ろの席なのにご挨拶チキってしまった。いや、わかるわ、チキるよね。わかるわ。あ、この人この人だろうなみたいな、この人この人だろうなってさ思うじゃん。なんかさ、イベントとか行った時にチキるよね。わかる、めっちゃ。 ADM なら R サンバ、サンバが好きです。わかんないな。あ、後ろこれ、これはもうもうこれはあれですよ、今年の2月3月あたりからずっとある。これはもうね、今年の頭からあるね、この後ろに。そう、毎日がねパリピ、誰かの誕生日だから。ナイトさんプロレス行けてない。そういえばそうだ、タクイさんかなって。わかんない、さすがにちょっと誰が誰の、さすがに誰が誰の席かわからないな私は。リバブ、リハブって読む、絶対読まないよそれは。リハブって読まないそれは、リハブって。ねえ、つこまラブダム、こんばんは、ありがとう。トコさんの膝に座ってたって。あ、そう、ベッドの上、今日ベッドの上。なんでベッドの上かっていうと、ベッドの上が汚いからです。ベッドの上を映せないよ。ワイはね、ワイはど真ん中やん。だってトーゴはど真ん中。さすがにみんなの位置ところどころしか覚えてないな。誰が誰の横とかはさすがに覚えてないかも。かゆい、鼻がかゆい。いつも汚い説、いつもではないでしょ。だってね、ずっとずっとね映してたじゃんここ。その時は綺麗だった。オブラートに包んで包むとちょっと汚れている。ちょっと汚れている。なんて言い方したらいいのか分かんないな。ある程度汚れている。もう最近パソコンと寝てるもん。なんか分からんけど、なんかノートパソコン置く場所がなくて、ベッドの上にノートパソコン置いてるの。あ、にぎやかね。あ、お見苦しいところね。みんなよく日本語が出てくる。
ねえ、タイトルマッチの時飛び技来てやばいよ、あれはマジで、てかもうマジでずっとあーってやってた、もう痛いよ痛いよってやってた。リング脇、あ確かに村民 T めっちゃ多かったよね、ありがたいことに。麻雀のプロがベッド上お菓子ん、ベッド上でお菓子を食べて嫁にブチギレられたって話でした。ベッドでお菓子食べたい、おかこぼさない、絶対こぼさないから、絶対こぼさないから、ベッドの上でお菓子食べたいね、わちゃわちゃしておるかも、わちゃわちゃしておる。わりかし今は床は綺麗な方かな、うんうん。ベッド上にアリエッティの収集物が集まってる。アリエッティがねいる、私の部屋にはアリエッティがおる。10月ダブルブッキングしそうで怖い。じゃあまだ私もさ、その10月上旬にもしかしたら何かイベントをやるかもっていうね話したんだけど、この間、そうそうそう、まだね予定がしっかり決まってないからね、あのうんともすんともいないんだけど、とりあえず10月上旬の土日は休みをもらっといて、みんな こぼさないもん絶対に。ベッド上でお菓子食べたらアリさんいらっしゃい。確かにビスケットとかか。駒暮らしの仲間っていい、仲間っていい、山どこ行った中山っていい、ベッドアガーパーリーピーポー、パーリーピーポーしてる。ベッド上でお祭り騒ぎしちゃう。我が家の田んぼ事情次第や。あー出た、農家あるある、畑仕事に駆り出される。もうね、ほんと秋は忙しいよな、本当に。私もちょっと秋やばそうマジで、いろんなところに駆り出されそうで。スポンジ系ギリうるせえ。スポンジ系ってなんだ、ケーキってこと。服は可愛らしいの着てない、腕あたりとか可愛いでしょ。モルカーパーキング激ハマりした、あ激ハマりしてる人がいた。何ステージまで行った。私150ぐらいまでなんだけど、まだちょっと最近飽きてきちゃって、いや全然やってないね。えそうだよね、10月やばいよね。稲刈りね、脱穀シーズンね、まあねあちね、10月やばいよな、10月俺たちやばいよな。え、テニプリの映画見に行きたい。しかも2パターンあるんでしょあれさ。2回見なきゃいけないじゃん、2パターンあるんだったらさ、勘弁してくれへんか。しかもさ、あのさ、両方ともさ推しメン出る気配がしないしさちょっと切れてる。プンスカコマかわいいな、間違えてるか、どういうこと、間違えてるかってどういうことだ。そうそう、ケーキとかバームクーヘンとかとかとか、スポンジ系、スポンジ系か。スポンジ系普段食べないな、そんなに。
早くしないとライスセンター閉まる。ライスセンターとはどこですか？ライスセンターって何？ライスシャワーしかわからない。ライスセンター115だったよ。何の話？何の話してんのみんな？何？怖いんだけど。何？みんな何の話してるの？私の知らない話題で盛り上がってる？何？この前竜とそばかすの姫見てきた。すごく良かった。おお、これはわかるぞ。いや竜ねえ、めっちゃ良かったよね。そばかす姫めっちゃ良くない？もう一回見に行こうかなって思った。あ、モルカ。もういろんな話が飛び交いすぎて、もう 何の話してるのか分かんなくなっちゃった。モルカーね、ちょっと負けないようにしないと、レベルをちょっと。ごめん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 、私が聞いたんだった。今日も元気だよ、怖がらないで。田植え稲刈りシーズン、アルウィンのしポンポンしポンたうんシポンポン客数激減するのを田舎サポシフトってディスられる。どういうことだと。どういうことだ。あ、稲刈りシーズンになるとみんな来なくなるってことね。そういうことね。マサさんチャリできてありがとう。もみを玄米に変えてくれるところ、ライスシャワー、ライスシャワーだっけ、なんだっけ、なんか忘れちゃった。ライスステーション、ライスステーション。うちさ、私お米についてはね全然わからないんです、ぶっちゃけ。あのあそこだったら行くけどね、あのもみ殻をこう削って白米にしてくれるところだったら行くけど、そうそう、私ね田植えに関しても全くね何も知識がなくて、そうそう、うちね田んぼ農家じゃないからさ。ね、いやいや、ごめんなさいね。150いける？どんだけハマってる。もうなんか広告がうざくてさ、モルカーパーキング途中の広告がもうめんどくさくてさ、広告なかったらよかったのに。ピュン。あ、精米所だ。そうそう、コイン精米のところ。コイン精米だったらもうバンバンいってるけど、レッドライス。うちは今年からコンバインになります。お、じゃあちょっと楽になるんじゃない。脱穀機コーナーね、コンバイン裏山ってあるよ。天日募集しないのは寂しいか。うちの田んぼいびつでコンバイン入らないんです。あ、そういう感じか。入り口がってこと？もう形がってこと？田んぼの？ああいう広告のゲームやりたくなって入れてすぐ消す。いや、わかるー、めっちゃわかる。コマちゃんの可愛いに間違えてないと突っ込んでほしかった。あ、そういうこと？そう。わかりにくいのよ、サマス。ボケか分からんけど。中山家スーパーでお米は買ったことない。直接農家さんから仕入れてるかな。うん、直接渋谷さんちから。中山家のお米は渋谷さんちのお米だから。ちょっと分かんないけど、渋谷さんがどこに住んでるかもわからないけど、もうずっと渋谷さんち。普通に30斤のお米持てるとか。いや、持てるけどほぼ引きずってるね、あれは。うん、持ててはいない。引きずってるね、あれは。もう最近はずっと、もう私は行ってないな、精米。最近はお兄ちゃんが行ってくれてるかも。
腰な腰な、それ確かに大変だな伊藤さんね、腰悪いからね、コンバインの方がいい。渋谷さんちありがとう、渋谷さんありがとう。もう顔も見たことないし、私は渋谷さんのね、渋谷さんの顔も見たことないし、どこに畑があってどこに住んでいらっしゃるのかも分かんないけどいや分かる、精米機から出てきた温かい生ゴミめっちゃ好き、私もあの匂いも好き、香りも好きだし、何こう出てくるじゃん温かい生ゴミ、こうやって手ですくうのが好き、温かいやつを。うちも、知り合いから30キロ買って精米行く、肩担いでる、お一緒やん渋谷さんこまちゃん育ててくれてありがとうってね、ありがたいね。渋谷さんのお米って言えばおされ感ある、あ確かに東京のってなっちゃうね、でもわかる渋谷ならまたたまに行くけどってね、渋谷な人多いよな渋谷、もう内藤さん手を突っ込んで、わかる、手突っ込むわ。精米機の近くに鳩が溜まってるもう出待ちじゃん、米の出待ち、なんかねおこびれがないかなって感じだね。あそろそろおしまいにしよっかな、今日ねわりかし早めに配信ができた気がする、公式配信もやって個人配信もやってありがとうございました。いやわかるわ精米機の米ってほんといいよね、いい匂いするし。というわけで、お私のウマ娘の RP が全回復したお知らせが来た。GGM 初見じゃないけど初見ありがとう。無洗米に洗米できるところありがたい。いや行ってことない、無洗米行ったことないな、そこ東京行った時小岩だよ。この時間ありがたいね、こんくらいの時間にいつも配信できればいいんだけど、すまんないつも遅くて。というわけで、じゃあ最後にスクショタイムだな、どうする、米モルカーパーキング、モルカーパーキングでみんな遊んでね。待って、モルカーパーキングでみんな遊んでね。パシャパシャ、わっしょいわっしょい、ありがとうございました。みなさんおつこまだよ、ありがとうね、みんなありがとう、おつこましてくれてありがとう。というわけで以上、バンダイジャパン長野県の伝道師中山コマでした。リングライト、あ本当だリングライト映ってる、私も目もリングライト映るよ、ほら。ありがとうございました。またねー。おつこま、ちゃんと寝て。